大事なことは10分以内できっちり押さえる、なんで今皆さん笑ったかというと、私3回連続に10分オーバーで、来てますんでね、そんなこと言えた身分じゃないんですけども、今日はきっちりですね、10分以内で終わりたいと思いますけれども、今日は実は10時集合ということで出演者はね、で私ねちょっと今日ね遅れちゃったんですよ実は、急にですねテレビの取材が入りました。もう本当困っちゃうんですけどもね、ちょっと言ってみたかったらいいですけど、ね、まあ、これまでもね、特ダネとかね、みんなのニュース、ニュースエブリいろいろとね出させていただきました、息子がですね実は今日の取材もですね私ではなくて息子なんですよ。現在息子は高校3年生なんですけども、実は、ジオラマ本物の6分の1に作ると、このジオラマを作ってですねネット上で結構、まあ、有名になってしまいまして、でネットで有名になるとですねそこからテレビからオファーが来るんですね、それで去年からうちの息子もいろいろと出させていただいて、まあ、私はその保護者としてですね、まあ、取材いろいろねこう応対してるんですけども、今日は実はご両親の方からも一言お願いしたいということで、いや困りますって言ったんですけども、なんで笑いが起こるかよく分かりませんけど、顔だけは出さないようにということでね、やってきたんですけども、まあ今日はねそれで息子がなんでそんなに、取材されるような対象になったのかっていう話を今日はするためじゃないんですよ。で実は今日私動画枠か子育て枠かどっちかにしようと悩んでたんです。でもやはり僕は動画で来てますから動画枠で来ますということで、子供の話は一切しませんということで、もうすでにですね、3分近く子供の話してますけれども、ここから動画枠きっちりお話ししたいと思いますけれども、実は先ほどオープニングでちょっと音楽流れました。で私もちょっと歌わせていただきましたけども、あれ実は私の CD になってるんですね。へーって言われても困るんですけど、私実は50過ぎてからいろんな夢が実現してきました。現在55歳なんですけども、50過ぎてからいろいろ夢が叶いました。例えば今出てた CD をですね発売してメディカツバンドっていうバンドを作って CD を出してですね Amazon キャンペーンやったりしてたんですけど、まあ CD の夢が叶った50過ぎてから、まあ、あとはですね本も出版することができた、まあ、そしてあとは全国でいろんなところでお話をする機会を与えていただくことができた。そして、著名な方、私が昔から憧れた方と一緒にですねお話をする機会、縁をご縁をいただいてねお話をする機会、そういうことができたっていうことが実は50過ぎてからできるようになったんですね。でそれなぜかというと、私が今やってますけどもライブ番組どんどん夢が叶うメディカスというユーストリーム番組なんですけども、これをですね始めたからなんですよ。これどういうものかというと1時間の対談番組なんですね。
ユーストリームを使ってます。ユーストリームというのは、ライブ番組、ライブ配信ができる。で、それをゲストをお呼びして、私がその方と1時間対談するという番組を2010年の5月から毎週火曜日の20時から始めたんですよ。で、その頃は使い方とかってマニュアルとか全然なかったんですよ。でも私動画って、まあ、結構興味があったんで、これはいや私やらなきゃと思って、わけも分からず始めたんですけども、ゲストの方をお招きして、その方といろいろお話しして、でそして見てる方ね、ライブ配信20時から始まります。で、皆さん見てくれるんです、宣伝すると。そうすると見てる方が今度はコメントをくれるんですね。見てる方がコメントで、そのコメントがこう出るわけです、画面に。でそれも視聴者の方もみんな共有してるわけです。でそれを私が読み上げる、まるで深夜放送のラジオに反響を出したら、それを読まれるような感覚なんですね。ちょっと嬉しいじゃないですか。めちゃめちゃテレビの中のような人が自分の名前を読み上げてくれる。でそうして読み上げた瞬間にどうなるかというと、視聴者と私の距離がぐーっと縮まっちゃうんですよ。でそうすると1時間の番組の中で、私がゲストの方とお話をしてコミュニケーションを取ってるうちに、その方が私とかゲストのファンになっちゃうっていうことが起こってきたんですね。で実はそれをどんどん毎週毎週配信していって、今年でですね、今年の3月6年間続きまして300回を迎えることになったんですね。ありがとうございます。で実はその私と同じようにそういう方やってみたいという方が出てきまして、私はそのノウハウをですね、講座にして、セミナーとか講座でするようにしたら、同じように番組を始める方が増えてきました。でそういう方々もいろんな効果が出てきたんですね。で例えば私の知り合いのですね、メガネ屋さんがいるんですけど、メガネ屋さんお店の前で番組を毎週、隔週でやってるんですよ。お店の前ですよ、お客さん、そのゲストの方をお招きして、こういうメガネが似合いますね、こういうメガネが似合いますねっていう番組を始めたんです。そうしたら、今まではですね、チラシでですね、新聞折り込みだけでチラシをやってたんですね、そのメガネ屋さん。で、まあ、もちろん地元の方、近い方、お客さん来ますけども、その番組を始めたら、全国から問い合わせが来るようになってて、あのメガネ、いくらぐらいするんですか、どういうメガネですか。で、今度はですね、お金を振り込むから送ってくださいというお客さんが増えてきて、もう全国から注文が来るようになった。というようなことが出てきたんですね。ということは、やはり自分のお仕事、強みとかね、お仕事っていうのは伝えてるようで、意外と伝えてないということがあるんです。で、これが実は動画の大きな力。動画というのはですね、テキストとか画像の情報量、数千倍と言われてます。一瞬でですね、相手に伝わるんですね。ですので、皆様もしこれからですね、お仕事の中で、自分は伝えてるつもり、分かってくださってるつもり、そういう方はなかなかそれでですね、成果が現れないという方はぜひですね、動画を使っていただきたいと思います。そして私がやっているライブ番組、ライブなんですね、生放送。生というのはありのままを伝えることができます。編集加工がないから信頼性がすごく高いということで、私がやっている番組は、皆さんにお伝えしている番組は、相手思い、ありのまま、コミュニケーション、この3つなんですね。この3つが1時間の間に行われるので、1時間の間にファンが増えてしまうということなんです。で、私はこの番組を続けることによっていろいろな夢が叶いました。で、私のそういう教えた方々も夢が叶ってきています。そして私今回ですね、また新たな夢が叶いまして、6月25日2冊目としてその動画の方を出版することになりました。ありがとうございます。ということで、今日はですね、残念ながらちょっと間に合わなかったんですけども、ぜひですね、これからの中小店は動画で販促集客しようと、同文館出版から出版されますので、ぜひですね、お手に取って見ていただけたらというふうに思っております。どうもありがとうございました。